時短トレーニングシューズ特集ということで、うん、初めての人は負荷の低いところでウォーキングとか、僕みたいに駐車場までのランとか、はいはい、ランニングはどこでもできますから。皆さんこんにち は。ラントリップ代表の大森です。今回もシューズアドバイザー藤原さんと一緒にお送りしていきます。はい、皆さんよろしくお願いします。はい、今回はですね、はい、時短トレーニングシューズ特集ということで、まあ、今年ねあの走り始めたよとか、うん、まあ、すでに走ってるという方もいらっしゃると思いますけれども、うん、なかなか時間がなくてちょっとランニングの、ね、時間取れないんだみたいな方に向けて、うんうんうん、これを履くと時短になるよと、うん、あのトレーニング効果もあるよというような短い時間で、効果を出せるようなシューズということで、うん、まとめてお届けしていきたいというふうに思います。うん、だから今日から皆さんも、はい、自分が歩いてる場所、はい、走れる場所をトレーニングしていったらいいんですよ。なるほどね。うん、それでこのシューズを紹介したいです。そういうことですね。短く、はい、短くもうよ、まあ、より短く、うん、今使ってる場所の効果を高める感じです。そういうことですね。歩いているんだけどちょっと大変なシューズに変える、はい、そういうことですね。うん、だから今日紹介するのは多少負荷が高くなる可能性もあるということなので、うん、ビギナーの方の使い方はちょっと考えていただいた方がいいかもしれない。まあ、そうですね。ただまあビギナーの方でも負荷を下げていく、歩きにするとかではいいと思うんですけど、はいはいはい、あとはですね、はい、まあ、こう負荷を上げるっていう言い方もあるんですけど、例えば地面の感触を感じる、うん、はいはい、感覚、その地面の感覚を感じるっていうのは、はい、気持ちいいことだっていうふうにこう思っていただいたらいいんですよね。なるほどね。うん、だからさっきもちょっとね話したんですけど、はい、ボクシングでね、はいはいはい、プロボクサーは自分の拳も痛めないようにしてるわけですよ。まあそうですね。もうこう、うん、要は打ち方として打ったら戻すわけじゃないですか。はいはい、まあ、相手は別に殺したいわけじゃないですから。ね、対戦相手なんで、はい、それをさ、こうバーンって打ちっぱなしちゃうと自分の拳も死んじゃうわけですよ。はいはいはい、潰れちゃうわけですよね。うんうんうん、そういう走り方してる人って結構いらっしゃるんですよ。あれですよね。だから今守ってくれるシューズが多いがゆえに、今みたいにおっしゃったように拳を壊してしまうような走り、うん、クッション病ですね。なるほど。うん、だから少しこういったもので地面とのフィーリングを感じる、はい、だから大森さん言われたみたいにハードに使わない方がいいと思うんですよね。なるほどね。うん、サポート少なめのものを効率的に使うことで足そのものを鍛えていく。そうです。そういうことですね。じゃあ早速シューズを紹介していきたいなと思いますが、まずじゃあこちらからいきましょうか。はい、トポアスレチックの ST4 ですね。うん、ST4、うん、そして、こちらがナイキのフリーラン 5.0、うん、はい、そしてこれがですねジョー・ニンブルの、ニンブルトーズアディクトですね。はい、言いましたね。はい、そしてこちらがメレルのベイパーグローブ5ですね。はい、そしてこちらが、オンのクラウドですね。うん、はい、ということでこれあのですね、馴染みがあるのこの辺かなと思うんですけど、まあそうですね、確かに。このトポはですね、もともと TOPO で、T-O-P-O、あのトニーポストさんってあのほうビブラムを作ってた方ですよ。はい、あのファイブフィンガー、はい、ファイブフィンガーね、その人が作ってるんで、はい、まあもう当然なんですけど、うん、こことここがゼロドロップです。ゼロ、あ、これもだ、これもですね、うん、そうです。はい、でこちら2つは低ドロップになってます。ドロップというのは傾斜のことですね。うん、このね、要は地面に近い感覚を持たせるために、うん、よりこう裸足に近い感じになっていて、うん、はいはいはい、クッションがゼロなのがこのメレルですね。メレルのベイパーグローブ、完全にクッションゼロですね。はい、であのですけどこうグリップがいいのでこう、はい、ビブラムソールを使ってまして、うん、耐久性とがあるんですけど、これクッションがまあゼロなんですよ。はい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 、でそこに少しだけクッションを持たせたのがこの2つ、そういうことですね。うん、アディクトとジョーニンブルのアディクトと、うん、まあ、あのトポの ST4 なんですけど、よりクッションがあるんですけど地面のフィーリングを感じられるようにしたのが、はい、フリーと、はい、まあ、クラウド、まあ、特にクラウドはなんですか、オンっていうともうみんなこの形に見えるかもしれないですけど、このね、このクラウドテックですね、はい、ボコボコのオンのクラウドっていうのはもうこのもうオンには欠かせない代表的なシューズなんですけど、うんうんうん、これらのシューズもどこでもこう屈曲が許せるような感じになってるのが、うんうんうん、ちょっとこちらと共通項なんですよね。つまり足の動きに結構追従してくる、追従してくるんですよ、うん、これはですね自分の動きたいように動いてくれるので、はい、まあ、フリー履いたりクラウド、なんでクラウドこんな履いてるかって、みんな気持ちいいから履いてるんですよね。あ、なるほど。こうしっかりしなってくるんですよ。だから普段履きに履いてくださいみたいになってるんですが、うん、こちらのシューズを、うん、まあ、例えばちょっとこれはっていう方だったらこれ上級編かなと思うんですよね。そうですね、走ってる方だいぶサポートゼロですからね、うん、もう完全にね。でもこれ僕あのそうですね、1週間から10日ぐらいにおきに履くんですけど、うん、毎回自分の着地がこうばらついてるのが分かるんですよね。なるほどね。
だからねこれはね鍛えるっていう言い方よりなんかこう走りが洗練されるんですよ。そういうことか、うん、なるほど。それにね近い要素があって、はいはいはい、その次に地面近いなと思うのこれですね。ほうトポね。トポこれもいいんですよ。特にあの幅が気になる人は、はい、トポはですねワイドトゥーボックスになってますのでこれ自体が特徴なのでアルトラなんかと一緒ですよね。すごい、はい、広くできてます、うん、はい、でこういったところもミニマルになってて、はい、あかかと踏んじゃっちゃったなんて言っても大丈夫です。かかとに芯が入ってないんで確かに。なるほど、はい、これも履きやすい。だから僕普段履きとか普段履きですけど駐車場までこうパーッと走るときとかこれ気持ちいいですね。駐車場まで走るとき、こういう感じ、うん、皆さんそうですよ、ね、走る場所なんていくらでもありますから。電車駅まで走る、ね、駅まで走る一駅じゃあもうあの今日は電車で帰らないで一駅走っちゃおうとかっていうのもいいですよ、はいはいはい、確かに寒いから汗かきませんから今、うん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 、確かに汗かかない意外とね、はい、確かに。でワイドトゥーボックスっていうところのジョーニンブルもドイツのブランドなんですけど、うんうん、ニンブルトーっていうのが、はい、まあ、これと同じです。少しこうワイドトゥーボックスになってて、うんうん、指先の自由を阻害しないっていうのがもう特徴なんですよ。なるほど、うん、なるほど。ちょっとねこれあのドイツっていうと聞くともうシューズにうるさい感じなんですけど、あとですねこの耐久性があるこうミシュランですよ。ミシュランあのタイヤ タイヤのね、うん、ミシュランのソールを使ってるってことですよね、うん、そうこれだからね割とミシュラン あのグリップがかなり効いちゃって、ね、結構しっかりしてます、うん、履くとですねかなりしっかりとした印象ですね一番。なるほど、うん、なるほど。で、あの皆さんおなじみのこのナイキフリー、ナイキフリー、これがですねちょっとこ あのトポと近いんですけど、うん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 、かかとも踏めますし、うんうん、柔らかいんですけど、うん、クッションもある程度あるんですけど、うん、このですね一番最新 あのフリーは、はい、全モデルまでは、うん、接地感があってこっち意識した作りになってたんですけど、こういう寄りでしたよね、うん、はいはいはい、少しこうあのソフトな感じもあってかつあの接地感もですけど接地感が優しくなったので、なるほど、はいはい、去年のモデルと比べると、うん、なんかソフトさがすごくありますね。なるほど、なるほど。でこれはリサイクルマテリアルも使ってたりとして、うん、あの 現代の潮流にこうあったものなんですけど、まあ、さすがナイキって作りなんですね。なるほど、なるほど、うん、これもですね、まあ、駐車場までのランニングにもいいですし、あの、まあ、本当ベアフットランするのには、はい、すごく気持ちがいいですね。なるほど、はい、ありがとうございます。これ仮にそのクッションとかサポートある順に並べるとしたらどんな感じになりますか？ですね、まあ、これが多分一番そうですね、ない方ですね。ない方ですね、うんうん、でこのこんな順番かな、こんな感じですかね、こんな感じかな。意外とねしっかりしてるんですよ。そうなんですね、はい、思ってるより、あのあんまりあの誰も履いてないのを履きたいという方はすごくいいと思いますし、クラウドも毎回見直したくなりますよ。これ履きやすいですよね。でこちらはあの柔らかさよりも、はい、あのしっかりとした地面 こうあの接地感がある感じがして、うん、気持ちがいいシューズですよね、うんうんうん、なるほどね、わかりました、はい、ということでねこれ、まあ、順番もちょっとね参考にしていただいて、うん、自分に合いそうなところを選んでいただければな、拳を潰さないようにしてください ね、 ね、足痛くなっちゃうんで、そうですね、うん、その走り方を鍛える点で、まあ、この辺をね、そう結構走ってる方はそういうイメージで、うん、あの初めての人は負荷の低いところでウォーキングとか僕みたいに駐車場までのランとか、はいはい、ランニングはどこでもできますから。確かに、はい、なるほどね、やってますから。そうですね、うん、今年ね、まあ、そういうものをこう取り入れることで継続していくということで使っていただければと思います、はいはい、藤田さん今回もありがとうございました、はい、細かいねシューズの詳細は概要欄にもそれぞれ貼っておきますので、はい、ぜひそちらもチェックしてみてください、はい、この動画面白いと思っていただけた方はぜひチャンネル登録と高評価の方何卒よろしくお願いします。コメントもお待ちしております。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。